はい、ラストシーンとベルベットキスを聞いていただきました。まああんまりわーわー喋ると喋る方が好きなんでいっぱい喋っちゃうんで、この辺でデカダンスの、素敵な素敵なメンバーを紹介したいと思います。大きな大きな拍手で。ほら、じゃあこっちから行きましょうか。オンドラムスマッコリー・アルフォート。紹介します。オンベース大津美首相。そして先日誕生日を迎えて24歳になりました。これからもおめでとう。これからも素敵なピアノを、弾いてくれるでしょう。紹介します。オンピアノまるちゃん。まるちゃんかわいい。おめでとう。24じゃないです。知ってる。はい、そして僕のギター難しいところは全部こいつに任せてます。いいやつです。紹介します。オンギター神谷。そして先ほどから二日ではありますが、真ん中に立って偉そうに歌っておりますが、一生懸命やってるのでちょっとご勘弁ください。ギター&ボーカルのマサスです。ありがとうございます。それとさっきのオケには、うちの、長女のですねコーラスを入れさせてもらいました。ありがとうね。長女ね。ちーちゃんかわいい。ありがとうございます。ほらい、もう少しやらせてもらっていいですか。ほらい、よらそうぜよらそうぜ、カモン。I'm gonna go to the hospital.
さん、まさしー、ホテイさん、まさしー、よろしく、まさしI'm not afraid to die.
ほら早いもんで最後の曲になりました、今日はどうもありがとうございました。長丁場の中、そしてこれで終わりじゃないんで、この後ねお楽しみね。ほら、こんなたくさんの、みんなの前で演奏できて本当に本当に嬉しいです。小さい頃、ボーイになりたいなっていう夢があって、もちろんボーイなんかなれるわけないんだけど、それでも大好きな大好きな布袋さんを追いかけてもう、30年以上経ちました。その中で、オリジナルバンドをやってうまくいかなくて、夢を諦めてギターを売ってしまったりとか、いろんなことがありました。僕の人生を変えてくれたのは紛れもなくここ、エモーションのオーナーのアキさん、そして、カウンターにいる常さん、この2人がお店を出してくれたからかな。そのドアを叩いて、そして縁あって高橋誠さんと、まあ親しくなれてっていうのもないんですけども、高橋誠さんと一緒に演奏もできるようになりました。まあ夢なんていうのは儚いもんなんだけど、48にもなるんだけど、ずっとね夢を追い続けていけばもっとすごい夢叶うんじゃないなんて真剣に思って、毎日毎日生きてます。改めてオーナーのアキさん、そして常さん、そして、伝説のボーイのドラマ高島子さんに感謝してます。本当にどうもありがとう。もちろんこうやって拍手を送ってくれる皆さんにも感謝してます。今もなお夢を見続けていたいので、最後にこの曲を送ります。今日はどうもありがとう。 Still Dreaming。
でした。またどこかで会いましょう。 SNS とかをぜひチェックしてください。どうもありがとう。デカナスでした。 Thank you。 またまた。